はいどうもプレスの T です。今日はですね、外見の価値っていうところでお話していこうと思います。皆さんですね、 TOEIC とか英検とかみたいな感じの外部の試験って受けに行ってますか？まあ、もちろん学校とかでもとにかく受けてくださいみたいなことでね、かなり言われてる人も多いと思うんですけれども、そもそもあれ受ける意味あるのかと思ってる人も多いと思うんですよね。っていうところで今日はですね、外部試験のメリットとデメリット、これ両方踏まえた上で実際に受けた方がいいのかどうかってことについてお話していこうと思います。で、早速見ていくことにしましょう。じゃあまずね、なんでこんな話をしてるのかってことについて少しだけ説明をしておきたいんですけれども、実はね、少し前ニュースになったんで知ってる人もいるかもしれませんけれども、大学入試センターが賠償金を払ったんですよね。これどういうことかっていうと、大学入試センターっていうのは皆さんね、受ける共通テストってあるじゃないですか。これを運営してる団体になるわけですけれども、ここがですね、各種外見の会社に賠償金を支払いましたと。で、なんで賠償金払ったかっていうと、そもそもね、大学入試センターっていうのは外見を使った入試っていうのも考えてたわけですよ。なんか少し前にね、TOEIC とか英検受けてたら共通テストがどうのこうのみたいな話ってあったと思うんですけれども、あの話ですね。で、あれって結局なくなったじゃないですか。で、なくなったんだけれども、そもそもああいうのってシステム組まなきゃいけないじゃないですか。で、そのシステムってどういう風に組んでたかっていうと、それぞれの、まあ、要はね、外見の団体っていうのがシステムっていうのを自前で作っておいて、で、受験料っていうのが増えるだろうからそこで賄いましょうみたいな作戦だったんだけど、大学入試センターが、あ、もうやりません、外見利用やりませんって言っちゃったせいで、そこの収益って見込めなくなったわけですよ。ってことで、システム開発にかかった分のお金ってお支払いしますねって話があったわけですよ。まあちょっと難しい話かもしれませんけれども、結論だけ言うと、共通テストでの外見利用っていうのはほぼ 100% なくなりましたと、そういうお話ですね。で、こういう話をですね、聞きかじってですね、あ、じゃあもう外見ってオワコンじゃねと、英検とか TOEIC とかいらなくねとかっていう人が出てくるので、まあ今日の話をしてるわけですね。で、問題はこの外見っていうのが本当にオワコンになるのかって話ですけれども、それはまずありえません。っていうのもですね、あくまで共通テストで使わないって言ってるだけで、大学入試のシステムの中から完全に弾き出されるってわけではないんですよね。現にですね、私立とかだったらこういった外見をガンガン利用してるっていうケースも多くてですね、例えばですけれども、英検の準一級以上持ってる人っていうのはですね、本番の点数っていうのを100点分だと換算しますよみたいなことやってるところとかあったりするわけですよ。まあこれはあくまで一例ですけれども、本当大学によってね、いろんな制度があるので、皆さん受けようと思ってる大学っていうのがそういった制度あるのかどうか、まずはここしっかりとチェックしてみてください。いや、まだ志望校決まってないんだけどっていう人、こういった人たちはどうするかっていうとですね、やっぱね、英検受けとくのがいいと思いますよ。英検はね、とにかく採用率めちゃめちゃ多いんですよ。で、いろんな学校で、まあ、そういったの採用されてるってことは、とりあえずそれを受けておけばですね、潰し聞くってことがあるじゃないですか。っていうような話があるので、英検おすすめです。ただ、一個注意しておいてほしいことがあって、英検っていうのはその後あんまり役に立ちません。要は大学入ってから英検とか言ってる人ってほとんどいないんですよ。大体大学入ると TOEIC か TOEFL かみたいな話になるんですけれども、まあ、この辺ね、なかなかいろいろ難しい部分っていうのはあるとは思うんですけれども、まあ、もしね、余裕があったりとか、自分が行こうと思っている大学っていうのが、採用して、例えば TOEIC 使えますよとかって書いてあるところだったら、TOEIC 受けるとかね、そういったところも考えてやった方がいいので、やっぱりね、なんだかんだ言って、志望校をまず先に決める。これが一番大事になってくると僕は思いますね。で、ここまで話してきた内容っていうのはメリットなわけですけれども、当然ね、デメリットもあって、まあ、これはね、実際に問題見てもらうのが一番早いと思うんですけれども、やっぱね、外部試験って言ってるぐらいだから、大学入試と比べた時に微妙に傾向違ったりするんですよね。まあ、最近の共通テストとかだったらちょっと TOEIC に寄ってきてるよねみたいな空気感とかもあったりするんですけれども、まあ、それは置いておいて、なんだかんだ言ってね、普通に学校で勉強してるじゃないですか。で、これを持ってですね、そのまま試験を受けに行ってもちょっと難しいよねみたいなことがあったりするんですよ。なので、それなりにね、大学入試とかで使えるレベルの9とか点数取ろうと思ったら、それ用の勉強っていうのをしなきゃいけないわけですよ。で、この部分が結構めんどくさくてですね、そもそも大学受験っていうのを考えてる皆さんですね、いろんな科目の勉強しなきゃいけないわけじゃないですか。で、当然時間がないわけですから、その科目に絞って集中的に勉強してますよね。で、それが今度じゃあ外見も受けなきゃいけないみたいなことになると、力が分散するじゃないですか。なので、そういったことも考えると、外見利用って本当にいるかなっていう考え方も一つあるわけですね。基本的にですね、外見っていうのはプラスアルファっていう風に扱われているケースが多くて、こういった時にですね、別に受けてなくても普通に本番のテストを受けてもらえればそれで OK ですよっていうケースあるんですよ。で、そう考えた時に、いや、もう時間ねんだったらそんなわざわざめんどくせえことする必要性なくねと。で、結局さ、テストが途中で入ってくるとなると、そこに向けて勉強しなきゃいけないんじゃないですか。
で、まあ、もちろんね、そこに向けてじゃあ TOEIC いついつあるからそこまでに勉強しようとかっていう風にやってやるのはいいんだけれども、じゃあさらに模試とかも入ってきますよとかみたいな話になってくると、これ相当厳しいですよね。なので3年生が今から慌ててやる必要性っていうのはないかなと僕は思うんですよ。逆にですね、1、2年生ですね、1年生とか2年生って、まあ、時間的にかなり余裕があると思うので、そういった時間を使ってね、まあ、外見受けておくと、それが大学入試でかなり効いてくるよってこともあったりするので、そういう意味ではね、ちょっと時間使って勉強してみるのはありかなと僕は思います。まあ、とはいえですね、1、2年生もあくまでこれプラスアルファだと考えてくださいね。ベースは学校の勉強ですよ。学校の勉強全然ついていけてねと、欠点ギリギリなんだよなとかっていう人は、そんなんねやってたら本当にあの欠点取っちゃうので、そんなことになるとそれの方がむしろまずいので、そうならないようにしっかりと学校の勉強を優先してやっていく。やっぱね、優先順位ってすごく大事で、なんか学校とかって、まあ、その個人に向けてなかなか話ってできないじゃないですか。君の成績だったらこうした方がいい、君はこうだよねみたいな話って、まあ、できないわけですよ、人数が多いんでね。でそうなってきた時に、まあ、学校が言うからとりあえずやってみようとかっていうのも、まあ、一つ考え方としてはありなんですけれども、やっぱり自分のね現状どうなってるのかっていうのをしっかり分析した上で、しっかりと、まあ、自分のやるべきことっていうのを考えてやっていく。これすごく大事になるので、そこだけは意識しておいてくださいね。まあ、どうしてもね、自分がやるべきことが分かんないっていう人も中にはいると思うんですけれども、そういう人はね、どんどん学校の先生に相談に行ってください。学校の先生も個別でね、相談に行けばしっかりと対応してくれるはずなので、そういうところを使っていくとか、あるいは学校がどうしても嫌だっていうんだったら塾の先生に聞きに行くとか、なんだったらね、コメントを書いてくれれば僕も返信するので、まあ、そういうところを上手に使っていってください。はい、というところでいろいろと話をしてきたわけですけれども、まあね、共通テストで外見利用はちょっと厳しいかなって空気感にはなってきてるわけですよ。とはいえですね、大学入試の多様性ってこれからさらに増えていくとは思うんですよね。でそうなってきた時に当然外見利用とかも増えてくると思うんですけれども、まあ、外見って言っても本当いろいろあるわけですよ。なのでやっぱりね、自分が行こうと思ってる学校のことをしっかりと調べて、そこでどんな外見利用があるのか、だってさ、英検しか使ってませんって言ったところで TOEIC の勉強しても意味ないじゃないですかっていうような話があったりするので、まずはね、第一志望をしっかりと確定させるというような当たり前の話にはなるんですけれども、そういうところから考えてどんな検定受けるかっていうのを検討してみるのがいいんじゃないでしょうかと、そういうお話でした。じゃあ今日はこの辺で終わろうと思います。お疲れさんでした。